お元気ですか？僕ジミでございます。今回は BBM 東京ヤクルトスワローズベースボールカード2024の開封動画でございます。種類豊富な直筆サインカードに注目してください。こちらはワンボックス18パック入りで、ワンパック7枚入りでございます。9パックずつ前編後編に分けてやっていきたいと思います。まずは前編の9パック開封していきたいと思います。はい、前編の9パック開けていきたいと思います。まずは前編の9パック、前編の1パック開封していきたいと思います。こちらがね、石川投手でございます。で、長岡秀樹内野手でございます。竹岡隆生外野手のこちらはキラでございます。山下光投手でございます。で、小川康弘、投手でございます。で、鈴木京捕手のこれカードでございます。金久保優斗投手でございます。2袋目でございます。ちょっとね、手袋が新しくなったので、滑りやすくなっております。で、結構カードがね、取りにくくなっておりますのでね、ちょっと時間がかかりますので、ご了承ください。こちらは、松本選手でございます。松本健吾投手でございます。丸山翔太投手でございます。で、長岡秀樹内野手のカードでございます。宮川哲投手でございます。ちょっとごめんなさいね。ちょっとね、カメラちょっとね、ずれてしまいました。失礼いたしました。で、こちらがですね、宮川投手は、西武ライオンズから、交換トレードで加入してまいりました。ちょっとずれたことは、大変失礼いたしました。で、続けていきます。清水昇投手でございます。サイ・スニード投手でございます。西舘晃太投手でございます。3袋目でございます。原樹里投手でございます。加山真也投手でございます。で、大西弘樹投手でございます。で、直筆サインカードが出ましたね。こちら、小森選手ですかね。直筆サインカードでございます。これ、背番号。これ59なんでしょうかね。こちらは86シリでございます。はい。で、北村匠海、内野手でございます。巨人から、加入してまいりました。宮川哲、投手でございます。で、鈴木京。保守でございます。カードでございます。4袋目でございます。こちらがですね、長谷川博己投手でございます。西村ルイト内野手でございます。これは、ホセ
オスナ内野手のキラでございます。西川春樹外野手でございます。楽天イーグルスから加入してまいりました。かつてはね、日本ハムファイターズにも在籍しておりました。三俣大輝内野手でございます。坂口康介投手でございます。少々お待ちください。はい、こちらでございますね。坂口投手でございます。で、太田健吾内野手でございます。ファイターズにも在籍しておりました。5袋目でございます。山田哲人内野手のこちらは、カードとなっておりますが、ちょっとね、カードが重なってちょっとねなりました。こちらでございます。こちらがですね、限定品でございまして、150シリでございます。はい、伊藤龍衣内野手でございます。中村雄平、保守でございます。小川康弘投手でございます。ちょっとごめんなさいね。こちらでございます。キラーでございます。カメラがねまたずれたことを深くお詫び申し上げます。ヤフーレ投手でございます。石原裕貴投手でございます。北村匠内野手でございます。こちら、6袋目でございます。清水昇投手でございます。西川春樹外野手でございます。高梨宏俊投手でございます。かつてねファイターズにも在籍しておりました。奥川康信投手でございます。これカードでございます。西川春樹外野手のこちらキラーでございます。で、石原裕貴投手のこちらね限定カードでございます。これ25シリーズでございます。柴田大地投手でございます。7袋目でございます。こちらは内山壮真保守の、ね、カードでございます。山本大輝投手でございます。清水昇投手のこちらね、キラでございます。北村匠海、内野手でございます。で、ヤフーレ投手でございます。宮川哲投手でございます。8袋目でございます。内山壮真捕手のこれカードでございます。丸山和也外野手でございます。高橋啓治投手のこれキラーでございます。ちなみにね、奥様は元 AKB の板野友美さんでございます。はい、尾中裕也投手でございます。こちらは、ドミンゴ・サンタナ外野手のこれカードでございます。で、山田哲人内野手のカードでございます。
前編最後の、10袋目でございます。高須慎吾監督でございます。松本直樹保守でございます。小森幸太郎内野手でございます。少々お待ちくださいね。これね、またカードがね、くっついております。少々お待ちくださいね。これね、はい、こちらがね、小森内野手でございます。で、田口和人投手でございます。かつてね、読売ジャイアンツにも在籍しておりました。はい、竹岡雄生内野手でございます。ドミンゴ・サンタナ外野手のカードでございます。で、最後は石原裕貴投手でございます。はい、以上で BBM 東京ヤクルトスワローズベースボールカード2024の開封動画全編10パック終わりたいと思います。で、途中でね、ちょっとカメラがね、ずれたことを深くお詫び申し上げます。で、最後はですね、この小森選手の直筆サインカードをね、出して、終わりたいと思います。で、後日は、後編の9パック開封していきますので、よろしくお願いします。で、またね、オリックスバファローズの2024年度版もね、購入しましたので、その後開封していきますので、よろしくお願いいたします。はい、以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をするかしないかは皆様にお任せいたします。ありがとうございました。